こんばんは。今日は、エクストリームスクワットをやっていきます。で、このエクストリームスクワット、めちゃくちゃいいところは、一人でも頑張って味方をファイナル導けるし、そこで優勝したら、割と一人でも優勝できるんですよね。っていうのを今日は見せていきたいと思います。はい、いきます。はい、ということで、ナイトフィーバーからですね。まあ本当にいいところ、さっきも言ったんですけど、一人でもどうにかなるんですよね、このモード。そこはとてもいいところやと思います。ただ、まあ欠片40個なのと、ラウンド数が多すぎるのはやばい。ラウンド数は平気で8ラウンドとか行ったりしますね、たまに。まあこうやってエクストリームやから、一回死んじゃったら、味方今死んじゃったんですけど、死んじゃいます。っていうか、次のステージまで復活できないですね。よいしょ。で、まあ、落ちないような立ち回りをしていけば、普通に、いけますね。で、1位を取ってあげたら、おそらく、まあ、とりあえずは通過できるんじゃないかな。3人ともちょっと死んじゃったけど、とりあえずいけるんじゃないか。はい。シーソーゲームとか、ちょっと、リスキャン使うやつとかは、怖いですね。リスポーンキャンセルやろうとして落ちちゃってとか。まあ、それは気をつけないとね。昔はね、あ、3人だけなっちゃった。昔はね、てかこれ2回目ぐらいなんですよね。エクストリームスクワットっていう賞が出てくるやつ自体は。前はね、クラウンがね、2つもらえましたね。2つもらえて、かつ、ちょい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 。2つもらえて、かつ、なんか2倍キャンペーンみたいになってて、まあ、2倍期間中で、その時が確か、クラウン2倍期間。で、クラウン、確かね、4個もらえましたね。で、さらに、グリッチがあって、ちょっと、ひどいグリッチがあって、最終戦でなんか1人抜けると、全員が優勝するグリッチがあったんですね。ファイナル残ってたら。そのグリッチで大量に100個ぐらい稼いでる方とかも残念ながらというか、なんというか、まあまあ、グリッチ使って、バグを使って、稼いでる人もいましたね。でも今はなぜか40かけらだけなっちゃった。残念。よいしょ。パーティープロムナードはまあまあまあ、なかなか落ちないですかね。落ちるとこが最初と最後のちょろっとかな。結構ね、大ファンとか、まあ落としやすいし、掴んで落とされやすいし、落としやすいし、まあ難しい賞には、エクストリームの中では難しい賞になるのかなって思いますけど、僕はね、まあちょっと来たらいいんやけど、まあ、配信でも何回か言ってるんですけど、まあそういう時に、やば。どうしてるかっていうと、早めにジャンプしてますね。こういうとことかで、ちょっと早めにジャンプ。すると、まあ、特にジャンプして、ダイブしたらギリギリ届くぐらいでもいいぐらい。やったら、まあ掴まれた時に、一回床になんてやろ、着地できるというか、やば。あ、早く早く早く。ちょっと3人しかいない、こっち。うわー、ソニックうまいな。あ、でもミスった。まあ、それを後でちょっと言いたいんですけど。はい。まあ、パーティープロムナードとかは、なんとも言えない。落ちるとこがほとんどないから、なんとも言えないんですけど。え、なんでや。よいしょ。あー、ごめん、2位やった。はい、スライムスクレイパーとかは、まあ、いつも通りかな。僕はとりあえず、レーザーより、ハンマーの方が確実なんで、ハンマーあるか確認しますね。こっからギリギリ上見えるんですけど、今はないんで、頑張って、レーザーショートカットをします。まあ、いつも通りやね、これに関しては。よいしょ。で、ここが、うまいことショートカットできたらいいんですけど、あーっと、下手くそ。今のは超下手くそ。よいしょ。やばいな。ここほんまに下手くそかも。いやー、マジでごめん、味方。これはやばい。次で決めよう。OK。ごめんね、味方。マジで下手くそ。ちょっと頑張って。あの子が多分1位やと思うから、抜かしたいね。よいしょ。OK、OK。
こういうショートカットとかをしっかり覚えていくとやっぱ差がつきますね。今のレーザーショートカットとかももっと早くできると思うんで、ショートカットで、この風なんですけど、ちなみにちょっとあえて分かりやすく言ってますけど、この右から風出てる時でもゴリ押しでいきますね、右の方行ったら。なんで別に立ち止まることはないです、あれは。よいしょ、ナイス。まあこんな感じに味方を頑張ってキャリーできますね、とりあえずファイナルまでは。でキャリーしたっても思わんけど、まあ、味方ね1回戦だけかな、とりあえず全員落ちた。それ以外は割と早かったというか、ちゃんとゴールしてくれて1位とか2位で通過してましたね。ちょっとカットしてると思うんですけど、結構上位で通過してます。で最後ですね、僕はいつも、まあ、右端か左端でこうやってまあいろんなとこ見て、いろんなとこというかまあ全体的に見て、まあどこがやばいなとか、もあそこ渡れんくなっちゃったなっていうのを確認しますね。あとね、端っこがやっぱね残りやすい、マスとして。だから端っこにいますね。でこういう後ろで潰してくる人もおるんで、これが一番気づきにくいかな。ちょっと味方やけどね、これ。だから後ろとかもちゃんと見た方がいいかも。端っこ、まあこっちの奥まで見るのと、まあ、この人も見るし、後ろもちょっと見とく、いたら。でやっぱ横から消してる人がおるから早く終わるんですよね、横消し。でこれもまだ渡れますね、右端。2回渡れますね、まだ。誰も来なかった。え、今すごいとこ落ちてたな、味方。味方は両方死んじゃったんですけど、頑張って優勝したい、味方のためにも。ちょっと待っててよ、味方、最後まで見といてほしいな。よいしょ、これでもう一回渡れますね、右端。で、この時に、まあ、もう一回渡れるから、もう一回今のルート行ったらいいんですけど、まあ、渡る時に、どうなってるかな、みたいな、周り、見て。よいしょ。で、真ん中ぐらいはまだ渡れますね、全然。あ、今ちょうどいいぐらいに、ここら辺ですね。自分がいるとこら辺かな。でもちょっと前の方行っといて、ギリギリ攻めますね。ただあの子もね、狙ってるかもしれん、もしかしたら白い子とかは。よいしょ、お、うまい、うまいけど、よいしょ。で、あとここら辺かな、いけるとしたら。まあ、いけなかったらジャンプ勝負になりますね、ラストは。超うまい。やっぱ白い子、なんか、すごいうまいなって思っててんな。OK! ナイス。なんか、すごい回転したけど、ギリギリつかめたね。危なって感じで、頑張って。まあ、キャリーじゃないかもしれんけど、もしかしたらこの二人もすごい上手かったから、ファイナルだけキャリーかな、一回戦と。こんな感じでね、一人でも、どうにかなるかな。どうにか。はい。以上で、今日の配信は終わります。ありがとうございました。お疲れ様でした。配信じゃなくて動画でした。